正統映図とは3次元の物体を2次元で表現する手法の一つ。対象を90度ごとに回転させるか、または視点を90度ずつ回転させて複数の視点から描画された図。建築や工学、デザインなどで用いられる正面図、平面図、側面図などのように3部分に分けて表すことが一般的である。これに対して円柱型などのように、 平面図を省略しているようなこともある。また、立体物の衣装登録などのように、正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図の6面求められるような例もある。対象物と投影面の位置関係によって、第一角方投影図と第三角方投影図とに呼び分けることがある。第三角方とは、角面図の形状は、 隠れ線も含めて同じである。角図の配置が異なり、左側面図を正面図の右側に図示し、平面図を正面図の元に図示する。立体の後ろ側に投影面を置き、前方から立体を見た図を、投影面に描いた後、展開した配置になる。別の言い方では、投影面上に置いた立体を、コロンと転がした位置に、見えた面を描く手法である。日本ではスにより、 第三角法を使用することが規定されているが、諸外国では、第一角法が古くから採用されており、現在も使用している国があるため、ISO には、第一角法、第三角法の両方が採用されている。造船の分野で多用されている。ありがとうございます。